あ、反対側終わってるのか。ここはどっちが勝ったのかな。どっちがこっちですね。じゃあそこでメス、あ、間違えた。アザゼルさんとタンバリンさん、アザゼルさんとタンバリンさん、タンバリンさんあっちいるかな。あ、いるいる、お願いします。さあ、ラッキーマン過去大吉ことブッパさんですね。さあ、メッサさんは天台対戦がすごい数だな。さあ、最近話題のグレックル。さあ、メッサさんのリサンドがどこまでグレックル知ってるかみたいな。それが普通に知らなくても別に勝ってちゃうのか。さあ、ジャンプシュート当てて解放者、ジャンプシュート。グレックル側はどうなんだ。ここはフロント、やっぱそうだよね。さあ、まずレースを取ったのはグレックル。さあ、ブロスしたところ 2X から毒好き、相手にバフを与えてしまって、下戸頭ジャン6倍、ここはツタージャで対応して5YY。さあ、落ちてきたところちゃんと寝かせて、さあ、おみくじがちょっとあれだった、 6X 当たってしまって、あと67、ラッカフェードだ。あのスラはなんか1フレ当たる敵じゃないけど、マニュと同じ姿勢のやつらしい。お、ここで思いは引いた。でかいけどリザーブ当たんないじゃん。さあ、ツタージャ寝かせて、フロントはちょっと拾えなかったが、あ、ちょっとミスってるけど、6コンフレームが当たってしまって、またメッサさん1本。さあ、竜巻引いて寄っていく。リザードも結構避けれるのか、あれ。さあ、ブロック置いてあって、 6X から、お、これでかいな。ラッキーマン拾えなかったけど、ラギは2枚で暴れて、ここはノック好きで返す。相手に攻撃バフを与えてしまうが、スタージャがいると 4X がいい感じに。さあ、 5Y が通って、お、デバフを与えていく。チャン Y から、さあ、これは落とされていて、お、ちゃんと投げを暴れている。さあ、爆弾を設置しているがちょっと違うと言ってますね。さあ、猫頭はやり過ごして、あのフロント結構刺されそうなイメージ。下に爆弾があるが、ここはフロントで先に映像変えていく。エッサさん側は共鳴、根性も乗っててだいぶやばいが、ここで地球投げ、このまま終わってしまって、勝ったのはメッサさんのリザードンですね。反対側はまだやってんのかって思ったら今、あ、なるほど、まだやってる。